はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということでですね、本日、TS 第6弾やってきましたね。いやーもうね、6弾があるんじゃないかと噂された中での6弾登場でしたね。はい、もう分かり聞いてたんで僕は全然驚いてないです。まあ、若干驚いてるけど。はい、でですよ、もう早速、メンツ見ていきましょう、メンツを。まあ、結構あれですよね、豪華ですよね。すごい豪華です。多分ね、自チームの方もかなり欲しい選手いっぱいいるんじゃないですか。もう特に和田選手とか、まあ、涌井さんも結構熱いですよね。今井さんか、今井さん持ってないんですよね。まあ僕が欲しい選手もちろん若大将ですよね。うん、若大将もう僕ゲットしたらね、リアタイでもサードのレギュラーになりますし、巨人純正でもねサードのレギュラーになりますん で超アーチストプルヒッター存在感これめちゃくちゃ強い。マジで王監督と似てる。一緒ちゃう？あ、ちゃうか。王監督あれか、連打があるんか。連打じゃない、おかわりがある。いや、おかわりじゃない、連打ですね。はい、とあと糸井選手ですね。もう糸井選手めっちゃ欲しい。広角打法の糸井選手めっちゃ強いですからね。まあ阪神枠っていうところで僕ずっとあの糸井選手を持ってるんで、もしかしたらけど継承きついな、阪神枠崩れちゃうんでね。坪井さんも持ってないし、まああと欲しいって言ったら、まあ尾形監督特殊能力があかんな。これ走塁って意味ある？これベースランニングが上手いのは使えるのか。うん、謎。涌井さんめっちゃ強い。涌井さんやばい。対ピンチついてのこの能力はね、まあけどリアタイはちょっとさやな。まあまあまあけどフォークの落ち幅的にリアタイはかなり熱くなりますよね、タイピンついたら。でシュートとカットがあるんで、まあ最近のリアタイには適したピッチャーじゃないかなとは思うんですけどね、一応。でまあ今回ね、僕あの TS 第6弾のあのイベントあるじゃないですか、何でしたっけ、プロスピ熱血団、あ応援団なんですけど、多分走る時間ないんですよね。なのでもうここで若大将引くしかないんですよね。まあちょっとね、一回その S ランクの出次第によってはこのボーナスがつくんで、それによってはちょっと走るか走らないか、まあ生放送とかでちょっと走ったりする可能性もあるんですけど、まあ時間ないやろな。うん、なのでまあちょっとね、今エナジー1327あるんで、まあ3回目だけが確定ということで、6回目は確定じゃないんでね、もしかしたらこのエナジー全部使ってでもちょっと若大将狙いに行くかもしれない、今から。まあ若大将引いたら僕あの限界突破コーチ5枚使ってもう若大将超5にするんで、でもね累計で若大将出たら、まあ限界突破として使おうかなと思ってますし、称号用でね、うん、称号つけてもいいんじゃないかなと思ってます。若大将あのミーと A に乗るんで、これ下手したら同値いけますんでね、多分ね。まだ称号見てないけど、うん、いや欲しい、右バッターやけど欲しい。よし、じゃあ早速ですが、10連目いきましょうか。僕最近引きいいんで多分引きそうですね、おそらくね。じゃあ10連目いきます。何連引くか分かんないけど、まあ、そんな甘くないのは分かってるんですけど、まあ、もしかしたら出るんじゃないかなっていう気もある。ここ長打、ここ長打来たら S 出るんですよ僕。あーやばないか、ない。これ何パー、ちょスキップスキップ、何パーなんやろこれ。 S ランク出た時の TS の確率何パーやろ。うわしょぼ、わお、おー鈴木誠也選手。ちょっと何パーセントか見ます。50、苦手な50来ました。僕50引けないんですよ。50引けないで結構有名なんで。20連目いきます。ここで来てほしいな。なんか10、20となしで30連目だけ S っていうのもなんか動画的にもしょうもないんでね。いやーここ燃えてほしかった。ここ、これ超だ。あ来た来た来た、これ S 出ます、これ S 出ます。割れるよ、割れる割れる、やばい。あ来た来た来た、これ S 出ます。いやけどまだ分からん。えちょっと待って、やば、えあかん、これね、あのね、これガチャ更新が来て3時間以内は引いたらあかんっていうのあるんすよね多分。ミスター、いやーまあここで若大将引いたらもう OK です。はい、じゃあ30連目 TS 確定いきます、お願いします。さっき出ろマジでほんまに。一丁前にヒゲ生やすなって、俺もヒゲ生やしてるけど。OKOKOK。ちょっとカット。はい。さあ、2枚ぐらい出てくれても、おー、糸井選手来た、ここで。B のいい人。あ、来た来た来た、わー、よしよしよし、いいよいいよ。まあまあ、今井選手全然あり。さあ、ラスト、10連。いきます。僕大丈夫、うわー、けどいいね。僕巨人の吉川光夫選手持ってるんで、オッケーオッケーオッケー、よし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 、嬉しい。今井選手残しとこうかな、ロッテ枠やし。楽天の今井選手限界突破できるけど、ただ僕楽天の今井選手全部経験値変換にしました、もったいな、超合にできてた。ってことで40連目いきます、40連目いかさせていただきます。じゃあいきますよ、もう若大将マジで引きたい、神回に勝利いきます。いやー、ちょうだい、いやー、待って待って、燃えて、イエー、割れて、割れてじゃない、ここで割れたらもう携帯割れることになるから、頼む。ちょほんまにマジでないわ、いやけどまだわからん、まだわかんないんですよこれ。
分かってた。はい、もう、50例目いきます。はい、いやこれ多分60いくな。いやけど闇いるな、どうしよう。累計出してからでもいいよな。走ろうかな。いや迷う。まあいいや、50例目いこう。エナジーがそこにあるから、お願いします。よしよし、来い、頼む頼む、頼む。カットイン、ここカットイン率マジ低いわ最近。やっぱもうほんまにバンテン。ですね、課金していきます。はい、ってことで、あのね、大人の魔法を使ってね増やしました。はい、ちょっとキリ悪いんで60、70、80、もうこれね30連いきます。でもうこれで出なかったらもうガチャ引かないです、僕。多分ね、多分ですよ、もう今日は引かない。今日はもうこの30連で終わらすから。はい、じゃあ早速60連目かいきたいと思います。まだ2体しか出てないからな、 S 頼むよほんまに。いやーもうほんまにガチャ怖いわ。うわ怖っ、あー怖っ、怖い怖い、ほんまに怖い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 怖っ。もうね、なんかやばいとかじゃなくてもう怖いんですよ。うわうわ怖っ、うわ怖っ、高橋光成選手怖っ。はい、ってことで残すとこあと20連です。 S2 枚だけです。80連で S2 枚はやばいよ。あ、じゃあ今60連で S2 枚か、やばいほんまに。あー、まあけど3回目6回目確定だけ考えたらもうあれやけど。じゃあね、70連目いきたいと思います。はい、どういう動画の終わり方になるかな、これオチ的に。あ、来い来い、よーしよしよし、行くぞ、別名 OK、 レッツゴー。よし、出ました、出ました、ビッグボロック。ここ 50% 引くか大丈夫。よし来い、ガーズマ選手持ってるーけど、まあ限界突破で使おうか。いやまだあるよ、全然ある。これけどもう次引かない方がいいかもしれん。これもうここで終わらしときたい気持ちもある。うん、よし、まあ、東選手はね、今限界突破なしでレベル70であるんで、超1として限界突破したいと思ってますんで。じゃあね、80連目さあ OK、 レッツゴー、行きたいな、出したいな、お願いします。レンチャンで来い、レンチャンで。じゃあ行かしてもらいます。80連目ラスト、はい、あー、ここでホームラン打ってほしかった。青くお願いお願い、割れてでいく。いやまだあかな、俺いつも諦めないから。これ出るんすよ、出るんすよ、こういう時たまに出るんすよ、割れなくて。はい、ということでラスト。皆さん一夜明けました、昨日の死闘から。はい、朝ビップです。現在朝の7時です。なぜ僕が今7時に起きてガチャを引いてるのかというと、まあ仕事もあるんですが、夢で原監督が出てきました。はい、これマジです。はい、これマジ、多分昨日のガチャの結果を引きずってる。これは多分原監督が朝引けば出るぞと言ってくれてるような気がします。なので僕緊急で今動画撮ってます。はい、ですぐ編集して今日あげたいと思います。まあ、昨日80連まで引いたんで、まあ、去年あと20連引いて100連まで引こうかなと思ってます。一応エナジーは110連目までのエナジーはあるんですけども、まあ、キリよく100でいきたいと思います。多分出るんちゃうかな、多分夢見たんでグータッチしてたんで多分出ると思うんですよね。なので、まあ、僕も今からグータッチで10連スカウトボタン押したいと思ってますんで、はい、じゃあ早速90連目ですね、グータッチタッチでいきたいと思います。じゃあ行きます、グー、じゃあ行きます。90連目マジで原監督がマジで欲しいんですよね。お願いマジでお願い、ほんまにお願い。朝やで、これ今朝、このテンション、朝テンション。やば、そうでしょ、だけど分からへんもんな、まだ分からんもんな。おにぎり、いやちょマジで辛い、ちょっと待ってめっちゃ辛い、ほんまに。100連目です。はい、次100連目しゃー、願え願え、原監督ほんまにもうランキングを走る時間ないよ、いきます。よし来い、よっしゃーよーよし 50% で原監督ね、いや 50% で原監督じゃないけど、50% で TS からの原監督ね、頼むよ。2枚3枚出てもいい、この辺で出てほしい、早く来て早く来て、もったいぶるな、ここ来い来い。うわー、柳選手来たけど、アニバーサリーで出るから今じゃない感じ。さあ10連目、あー、おーおーおー
うわ、勘違いさすなて。今一瞬めっちゃ喜んだわ、今一瞬めっちゃもう喜んだ、ほんまもうテンションの上がり下がりがほんまにもうやばかった今。いやもういいです、もういきます。はい、もう110連目いきます。110連目もう演出来なかったらもう動画パーンって切ります。はい、もうしたらいくよ、もうパッパいく、頼む、お願い、レンちゃん、いやお願い、ほんまにお願い、動画切りたくない。よし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 、やばい、朝からほんまにやばい、ごめんなさい、ほんまにうるさくてごめんなさいね。いや結構引きいいぞ、朝いい、朝がいい、頼む、腹が出る。うわ、涌井選手、けどめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいけど A ランク持ってない。ただこれはマジで5枚使う価値ある、幻突。いやーマジでお願い、原監督ほんまに、ほんまにお願い。あー、いやーけどなかなか出んなー。うん、まあけどあのちょっとランキングマジで走ろうかな、原監督本当にゲットしか。はい、ところでちょっと喉やばいんで、ちょっと動画終わります。またあの、どうするか決めますんで、はい。これからの報告をお待ちください。ということで、チャンネル登録と高評価、絶対お願いします。はい。ということで、VIP でした。